りますか。足を舐めるのはくすぐったいんだよね。じゃんくん。じゃんくん。久しぶりにですね、SSD に変わったマシンで、レッスンを受けます。3日ぶりぐらいかな。このところちょっとできませんでした。昨日ワクチンを打ったのでちょっとだるいです。生配信をするもう何分前だ、40分前ぐらいかなですね。コンピューターがFirefox というブラウザーですね、それが立ち上がらなくなってですね、今宿泊しております。 Firefox に、猫カフェアスタマニャーニャの、情報を入れているので、まあ、他のから立ち上げることも可能なんですけれども、 Firefox を、上書きしたらいいよっていうネットの情報あったんですが、実を言うと、SSD になってからですね、あ、これは日本語で、SSD になってから、なんだっけ、何を言おうとしたんだ。SSD になってから、あ、そう、ダウンロードしたものが、開こうとしないわけですね。なんかね、Mac のセキュリティのところにそういう問題がなんかあるそうで、ネットでもあった、これも調べました。で、ファーストエイドを今かけてみます。ハードディスクでいいんだね。なんか問題、そういえばですね、何か問題があっていろいろやっていたらハードディスクが、ハードウェア的に壊れてると言われたんですよね。ということはハードウェア直したんですけど、その状態に一旦タイムマシンというやつで戻したので、何かどこかに問題がある状態に戻ってるわけですね。これを直さないと、いかんと。ハードディスクを壊すことはないわけですけれども、調子の悪い状態に戻ったということですね。いやー、あと40分のうちに戻るかな。はい、でぐるっと回るのね。はい、こんなのを作りましたよ。ボヤンボヤン、あ、色がだいぶ白っぽく見えるね。はい、こんな感じでした。